鳥栖なんですけれども、金コーチなんですが、他のコーチ陣とボードを使って駒を動かしながら戦術を練っている様子が見られます。はい、なんとか鳥栖はまずは1点という局面なんですが、ここも大分がボールをキープしながら、岩田クロスが入ってくる、コース変わる、ヘディング2点目、小塚は J1 初ゴール、貴重な2点目、大分です。鳥栖は2失点、最後頭で押し込んだのは小塚、さらにリードを広げます。今のシーン少しずつ、ね、こう選手を引き出しているんですよね、まあ、ちょっとこうディフェンダーのクリアでコースが変わったところはあるんですけども、はい、いいポジショニング取れてましたよね。シュートもヘディングで、まあ、落ち着いてね、まあ、キーパーのことも冷静に見ながらヘディングできてますし、はい、まあ、今ここで少しディフェンダーがクリアしたことでコースが変わってるんですよね。